カンボジア南部のリゾートホテルを拠点としたグループによる特殊詐欺事件で、警視庁がおよそ3万人の名簿を押収していたことが分かりました。警視庁が押収したのは、電子データや書類などに記録された名簿およそ3万人分です。名簿には電話番号や住所が記載されていて、拠点としていたリゾートホテルから見つかったということです。 この名簿は詐欺の電話をかけるためのものとみられ、警視庁が入手経路を調べています。また、グループによる被害総額が去年1月以降、合わせておよそ9億4000万円に上るとみられることも判明しました。このグループは昨日京都府の60代の女性からおよそ950万円分の暗号資産を騙し取ったとして、詐欺の疑いで再逮捕されています。